半分以上は不労所得なマーちゃん冒険記、パート11です。前回で、スタルリムと、スコール装備を、確保完了。早速、薄毛おじさんに、売りつけてやろうじゃないの。二日かけて、おじさんの財布を、髪の毛並みに、ペラッペラにしておきました。確か、基金装備で、腕と盾がなかったので、腕だけでも買っておきましょう。他に、ノルド刻印シリーズも、売ってくれるようですが、そもそもソルスセイムには、お金を稼ぎにやってきたのだ。ふむ、約4日の滞在で、7700ゴールド。交通費がもろもろ差し引かれますが、それでも、7000ゴールドほどは、利益として計上できそう。では、しこたま溜め込んだ、もろもろを引きずり、スカイリムに帰るとしましょう。はい、2パートぶりのスカイリムですが、特に変わりありませんね。船着き場から、馬山で、地味に遠いのが辛い。重量オーバーだと、泳ぐことができないため、とほほまっしぐらですね。一応、ソルスセイムに出るキーを連れてきて、というのも考えましたが。一応復分、船賃が無駄になるのと、労働たくさん挟むので、結局のところ、時間効率は、そんなに変わらない、と結論付けました。よって、今後の島流しでも、従者は連れて行きません、多分。さて、全身泥まみれで、人様の実家に戻って参りました。これより、恒例の集金タイムです。はい、一通り回った結果、合計収益は、5300ゴールド。これに、出稼ぎと貯金を合わせると、なんということでしょう。驚異の、25000。もはやブラックソーンは、再建したも同然。宿屋のプール金も見込めますし、明日が楽しみじゃわい。おはようございます、殺風景な、宿屋からお送りしております。ざっくり全部の物件を建てまして、お値段に満足。加えて、内装工事の材料で、さらに4000ゴールドほど、購入しております。手元に残っているのは、833、ひどい散財っぷりですぞ。とはいえ、これでブラックソーンの、施設は完成です。もうお金がすっからかんですが、できるところまで、やってしまいましょう。宿屋は、金融詩人とか、店番とか、雇う人が多めですね。ある程度内装を揃えて、早いところ収益をいただいた方が、良さそうです。ということで、1階部分は、工事完了。なかなかの広さで、都市部の宿屋に、決して引けを取りません。お客さんも、内装の一部として、無料で作成することになりますが、読み込むデータを無駄に増やすんじゃない、という方は、作らない方がいいですね。さて、宿屋の収益は、なんと 9000G、これは助かる。ただいま、スカイリムにやってきて、2ヶ月目です。日割り計算で、150G ですね。高額物件だけあって、収益はまずまず。宿屋は、雑貨屋正面。露店と井戸は、宿屋前に生えてきます。特に、弓専門店があり、ボルトの補充が、楽ちんになりましたぞ。余談ですが、露店を整えたところで、ゲームのクラッシュ率が、激増しました。クラッシュの原因は、様々ですが、今回は、サイズの大きいモッドを、小さいのにすることで、どうにかしております。一度に読み込むデータの量が、限界を超えてしまうと、クラッシュしてしまう、というわけですね。正しくモッドを導入したのに、フリーズが頻発するなら、大体そういうことです。で、こちらがマーちゃんの屋敷。ご立派なことで。あ、今ならキャンペーンで、馬もついてきます。500ゴールドお支払いいただいた、お客様全員に、プレゼントだそうですよ。なお、こちらのレッドガードは、非売品でございます。内装ですが、全部お見せすると日が暮れるので、ピンポイントで。まずは今シリーズの、コアとなる地下室。大量のマネキンルームで、集めた防具の保管場所でもあります。防具を着せるのは、
すべて揃ってからです。ロードの短縮と安定のためですね。1階に戻りまして。廊下では、神様石碑の展示場となっております。アミュレット2つで、7大神を捏造できるので、早めに用意したいところ。廊下手前は、書斎になっています。私の脳みそを反映したような、スッカスカの本棚、恥ずかしくないの？そしてこちらが、邸宅の目玉機能。これまで、個別訪問で、くっそ面倒だった作業が、あっという間に終わります。便利すぎー。それに、何も回収ばかりではなく、逆にこちら側から、お金を突っ込んだり、アイテムの輸送に使ったりと、お店の取引が、めちゃくちゃ快適になること、間違いなし。集めたお金は、適当な金庫に保管。工事をしまくっていたおかげで、相当溜まっていますね。2階は、マイルームにある、ユニークアイテムの展示室。すでに売り払った、ストームファングまで展示できるので、コレクタードバキンは、ぜひコンプしてみて、どうぞ。私は一般人なので、無理どす。最後に、同じく2階のバスルーム。足湯くらいのものですが、リラックスするには十分。そして、鏡一枚で、自力整形手術。性別は変えられません。まあ、髪型くらいなら、変えてもいいかもですね。他に、一物以下施設もありますが、まあ些細なものです。それで、最終的には、こうなりました。収益は、一日で、たんまり儲かりまっせ。補足すると、傭兵は、男女の従者を召し抱えられます。あと、鶏を街で放し飼いできますが、安定を取り、見送り。一部内装を除き、これで実質、完成と言って良いでしょう。残すは、一般防具の収集。お金で解決できるものは、裏で集めるとしても、その前に、やっておくことがあります。見てください、このだらしない話術スキル。街一つ直して、まだ。36、普通だな。これでは、鍛冶屋を金貨袋で殴るのも、骨が折れます。それに、衛兵装備のために、ヴァンパイアの襲撃も、起きてほしいですし。レベルを上げるに、越したことはないのです。来たな。そんなわけで、町のお金を、使い込みにやってきたのだ。受付の場所に来たな。受付の場所に来た。ということがあり、スキルレベル、一気に55です。が、さすがに50を超えたところで、訓練費用が、跳ね上がります。しかしこれで、念願の雑貨商が、我が手に。これでブラックソーン紹介が、何でも買うって言ったよね、な状態に。投資家は、もうちょっとかかりますね。有金撒き散らして、帰ってきたものの。悲しいかな、現金の備蓄が、1000ゴールドという、なんともさもしい感じに。そうそう、これまで集めていた防具、雑貨屋のタンスから、お引っ越ししてきました。マネキンの足元に、ちょうどいいチェストがあるので、大まかに分類して、片付けています。いずれ、ゴージャスな地下室を、披露できるかと思いますぞ。じゃ、今日も今日とて、冒険に出かけましょ。おおやじ、焼きたてのアップルパイくれ。1枚34、4枚で100ゴールドで上等ダルルを。さて、頑固でケチな親父から、お弁当を買ったらば、いざ出発。今回は、ブラックソーンから西、ちょっと寒めの地域に、足を伸ばしてみます。確かこの辺に、ドラゴンの祭壇があったような。大学の授業料を払うためにも、町の人だけに、稼ぎを任せてはいられませんのよ。出始めに、南の山沿いに、西に進んでおります。不老キノコ屋では、各地の霊獣を倒すことで、狩人にちなんだ報酬がもらえる、クエストを受けられます。ただ、ご覧のような報酬なので、物好きなど馬金以外には、なかったことにされがちです。それよりも、小屋から西にある祠が、地味に有名かもしれません。打ち捨てられた、タロスの祠なのですが、
顔が露出しないタイプの帝国軍の兜が置かれています。フルフェイスでかっこよくコーディネートしたい人なら一度は手にしたことがあるのでは。お次はドラゴンの祭壇の一つ、オータムウォッチタワー。ドラゴン出現フラグが立つまでは山賊の住処になっています。そのまま突っ込むと非常に危険ではありますが、なんとこの塔、馬同伴で入場可なのです。カメラさんが多少ガックンガックンで視聴者兄貴もすこぶる画面酔いしそうですが、しばし馬がおとりになってくれますので、庶民にもかろうじて手が届く、そんなボス箱ですね。はい、ゴミ箱でした。呪文、できるかそんなもん。あとはスタコラするのみ、さあ行くぞ。帰りは階段よりも適当な崖に飛び移った方がよろしいでしょう。まあ、動物は基本、下り坂が苦手だし、多少はね。その後は、特に当てもなく、ブラブラ移動でございます。このままだと、またいつもの、ホワイトランや H コースですね。ヘルゲンを抜けたくらいですが、もう凍え死にそうです。馬に乗って、馬味チェストにありつこうなど、効率重視で、効率くのが、口は災いとクソギャグのもと、はっきりわかんだね。と、散歩していたら、見慣れないお墓を見つけました。ビルセリクの遺跡？それともバイザリーク？読み方は不明ですが、とにかく入ってみようぜ。オスを邪魔します。なんじゃここは？死刑囚フードをかぶった、謎の男女が3人？ぬ、この三浦、ちょっとでかいっすね。これは、ドラゴンボーン。ドラウグル、ドラゴンボーンじゃないか。こやつらは、モンスターズリボーンで追加された、ドラウグル最上位種で。以前の私も、苦戦したり、しなかったり、苦戦したりと、よくわからん相手です。しかし、こやつらが持っている、特注の体験は、お値段1本、1万 G。これは何としても、複数本を持ち帰りせねばなるまいて。申し訳程度に死刑囚をぶつけてみますが、きっとワンパン即死でしょうね。うわーん。そもそもこんな奴ら、複数を引きつける方が、どうかしています。まずは戦闘のおっさんに、アイスティーをご馳走しまして。後に、誰彼構わず、襲っちゃうおじさんになっていただきます。申し訳ないが毒の盛り付け中に殴るのは NG。ああもう昏睡効果が切れてしまいました。しかも絶大じゃダメですし、おっし。となると、おっさんどもより、干物になったドラゴンボーンに、出張ってもらう方が、楽かもしれない。そう思っていた時期が、私にもありました。こいつら、脳みそが腐ってやがる、階段も登れんのか。討伐は無理そうなので、せめて奥の様子だけでも、むむ、宝箱、冒険者ホイホイじゃな？いいぞこれ。やったぜ、これで2本、直ちに持ち帰りたまえ。7億くらいしましたが、体験2本、手に入れたり。これを売りさばけば、また大学に通える。ファッツ、とうとう始まりました、吸血鬼の襲撃。ホワイトラン装備も、ヴァンパイア装備も、もういいのですが。衛兵が負けてくれるかどうか、これが地味に重要です。あれ、もう終わり、終わってました。私のレベルが低いせいで、襲撃も一般吸血鬼しか、来てくれないようです。この分だと、各都市衛兵装備の入手が、かなり難しくなる予感。ウィンターホールドは、どうやって衛兵を転がせばいいのやら。ともあれ、今はできることから、少しずつ進めるしかありませんね。ホワイトラン周辺で、たびたび目撃される、幽霊がいまして。皆様も、首なしライダーを目撃したことがあるかと思います。ただ、今回はなぜか、馬に乗り遅れてしまったらしく。完全に置いてけぼりで、途方に暮れていました。ちょっとかわいそう。話しかけられず、攻撃も当たりません。
何より悲しいのは、通りすがりの人からも、ガン無視されることですね。もうちょっとリアクションしてあげても、いいと思いました、丸。ちなみにあの幽霊、吟遊詩人の歌に出てくる、赤のラグナルですかね？首なし、馬乗り、ロリクステッド近辺だけで目撃される。その特徴からして、ラグナル説が濃厚。自分の頭か、マチルダか、何を探しているのやら。こういう七不思議的なものも、スカイリムの魅力ですね。では、今回はこんなところで、ご視聴、ありがとうございました。今日の出来事。とうとう街が、完成した。1日900ゴールドくらい、うまじ。大学の授業料が、高すぎて辛い。単位取得まで、なんとか頑張るぞー。